はい、お疲れ様です。ユータ14です。今回はね、ダウンホール10の方で少し面白い編成が出てきたので、解説していこうと思います。はい、ライトニングをね、4つ使って対空砲を2本追っていくようなドララが今すごく流行っております。はい、で実際にまあハグレの人もやってるんですが、普通の海外のクラブも結構やってきてて、まあ、結構強いんですよね。ライトニングって結構今までは雑魚呪文としてね、ほとんど見向きされてなかったんですが、ドラゴンの強化によってタウンホール12ばっかね、フォーカスされがちなんですが、タウンホール10でもね、 HP が地味に100ぐらい、100ですかね、 HP 上がってるので、タウンホール10でもドラゴンラッシュが最近増えてきております。はい、まあ、それで見直されたのがライトニングの呪文ですね。まあ早速見ていきましょう。はい、スタートですね。1本目はというか全部これです。はい、で基本的に狙う配置はクイーンで対空砲が1本外側にあって取れる配置が狙い目です。はい、今回もそうなんですが、クイーンで対空砲1本で、ライトニングで、ね、もうすでに2本折ってるので、対空砲がもう残り1本になるんですよね。そこに対してラバを当ててあげて、ドラゴンラッシュを包み込むようにやってあげる。これでね、もうドラゴンへの被弾がほとんどないんですよね。まあ、マルチ IT は食らうんですが、ドラゴンはね、HP がすごく高いので、しかも5体しかたげないからね、あれ。ラバが1個引き受けてくれてるので、4体しかターゲットを食らわないので、ほとんどね、ダメージを食らうことがないんですよ。で、怖いのが援軍と、クイーンですね。まあ、そこにしっかりポイズンかけてあげて、まあ、同時に処理できるような配置がだから望ましいですね。で、レイジがまだこれ一発持てる編成なので、レイジを一発持ちつつ、これさらにね、ボマーも別のとこに使えて、そこのボマーに対してはもうヘイストを使えるんですよ。これがね、そのこの編成のすごく強いところですね。で、この前回一応ね、コッキンさんがね、4分の4で直近2戦取ってくれてるんですが、結構全開した時の時間が早いです。回収ユニットほとんどいないんですが、まあ、ドラゴン自体が回収するということで、結構2分10とかね、2分台とかのが多かった印象ですね。で、今回もね、ボマーがしっかり生き残ってくれて、で、まだボマーが割れてもヘイストが一発残ってるんですよ。で、対空砲がもうすでに折れてるから、ドラゴンを倒せるだけの防衛施設が残ってないんですよね。ホーミング本当にうまいこと噛み合って当たりまくって、テスラ森でどんどん焼かれて、全体的にマルチ IT で HP が削れてるみたいなことがないと、なかなかドラゴン落ちないですね。で、続いても見ていくんですが、ちょっと内側にあってね、対空砲がアクセスしづらいところの2本をライトニングで追っていきます。で、今回は両ヒーローを使って対空砲を1本追っていくので、もう12時側のむき出しの対空砲1本にする形ですね。まあ、基本的にライトニングで折るのはアクセスが難しい配置です。位置にある対空砲です。はい、もうこうなっちゃうと、もうライトニングって2発しっかりちゃんと外さず当てれば、どう頑張っても絶対に対空砲は折れるんで、防衛側からするともうライトニング打たれた時点で対空砲は守れないので、まあ、そうなるとエアスイーパーをドラゴンに向かってきて欲しくない位置に向けるぐらいしか対策はないわけですよ。この戦術に関しては。それが強いですね。で、初見しっかりポイズンとレイジを持てるので、初見から援軍何であっても使えるっていうのもメリットですね。で、今回マルチ IT が2本早めに処理ができるので、もうこっからね、もう対空砲ゼロですよ。もう序盤結構きつくて呪文使い切ってる感には見えるんですけど、ここからもう、クロスボウが1機対1なので、ダメージ与えるのがクロスボウとアーチャータワー2機、3機で、ウィズドウのみなんですよ。もうそりゃ倒せないよねって話ですよね。で、まだボマーが普通に盾として働いてるのに、そこに対してヘイストがあるんですよ。これ呪文構成も結構噛み合ってるなって印象ですね。まあ、ライトニングってほとんど使われてなくて、ちょっと前にね、タウンホール12でエアスイーパーを折るタイプのライトニングのラバル、ライドラバルがね、少し紹介がありましたが、基
個人的にはタウンホール10でのこっちの方が実用性はかなり高いかなって印象を受けてます。はい、これ結構楽だと思いますよ。うん、プランニングも割と大雑把でいいし、で今回もめんどくさい対空砲2本を一気に追ってあげて、9時の対空砲を追ってあげると。でもお気づきだと思うんですが、もうこれ角テスラですね、4連ので、上にホーミングがあるのを見て多分下にも入るだろうなっていうのもあるんですが、ホーミングセットを四隅にあるなっていうのを確信して、どうでしょう、バルーンは出さなかったですね。時間がさっき言った通り2分10とかで回るので、まあ、カートテスラ無視しても全然時間が間に合うっていう確信があったのかもしれないですね。うん、で今回結構苦しいんですよ。これクイーンもギリギリで倒せて、ボマーもそれて、で上のマルチ IT がずっと残るんですよ。なんですけど、もうこれ対空砲を追ったメリットがめちゃくちゃ出てて、ドラゴン倒せないんですよ、これ。これ永遠マルチ IT に叩かれ続けてるんですよ、上も下もずーっと叩かれて、マルチ IT こんなに長いこと打たれて、これしか HP 減ってないんですよ。これ他のユニットだったら絶対何でも無理ですよ、こんだけ取れたら。もうエアスイーパーに吹かれて結構苦しかったんですけどね、なぜか残ってると。で結構な量残ったと、あんなに打たれてて結構残ったと。これはもう単純にドラゴンが強いなって印象ですね。で、この動画ラストのアタックですね。まあ、例のごとくこの呪文編成で、簡単にね、クイーンだけでは対空砲が折れないところの対空砲2本を追っていって、まあ、クイーンだけで狙えたら一番いいんですけど、このパートでキング使っちゃってもいいかなっていうのが印象ですね。まあ、基本的にキングをサイドカットに使えるとドラゴンがすごく楽になるので、できればキングの助けなしでクイーンだけで折れる配置の方が向いてるかなって印象ですね。で今回もポイズンとレイジで最初クイーンと援軍処理なので、ここクイーンと援軍処理が重なる方がいいですね。両方にポイズンとレイジがかけれるような位置にいると楽ですね。でそうなるともう対空砲が先に1本折れてるでしょ、今回も。もうだからクイーンと援軍でしか倒せないドラゴンがもう止まらないっていう。うん、どうしたら止まるんですかね、これ。もう形で守るしかないんですよ。されたら多分、される配置多分もう無理なんですよね。向いてるって思うから多分攻めてるんで、向いてる時点でもうダメなんですよ。エアスイーパーをしっかり対策して、その、まあこの戦術に対してのエアスイーパー向けなきゃいけないっていうのはすごく難しいですけどね。ソロを対策するべきなので、まずはまあそれだけこの編成がこの環境に刺さってるっていう感じですかね。はい、というわけでいかがだったでしょうかね。いやもうめちゃくちゃ強くないですか、これ。久しぶりに本当に実用的なライトニングの使い方が出てきたなっていう感じですね。まあタウンホール9とか10とかではたまに見てた、9とかではよくあるかな、よくはないけど、まあまあ見るような戦術であったんですけど、タウンホール10でやっぱりね、ドラゴンの強化が意外とでかくて、これは対策してる人はほとんどいないと思うので、玄関機をかなり刺さる実用的な編成かなと思います。はい、まあタウンホール12ばっかね、ドラゴン強いって言われてますけど、10もすごく強くなってるなって印象ですね、これ見ると。はい、で次回はドラゴンつながりでタウンホール12と11のね、玄関機を最強編成ドラグバットをちょっと見ていこうかなと思います。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。